スペンサー・パーシバルはイギリスの政治家。イギリス史上唯一の暗殺された首相である。アイルランド貴族の第二代エグモント・伯ジョン・パーシバルの7男として生まれた。パーシバル家は弁護士や政治家、軍人を多く輩出した一族である。父はプリンス・オブ・ウェールズ、フレデリック・ルイスの側近であったが、スペンサーが10歳の時に亡くなった。ハーロー校からケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進んだ。法廷弁護士として働いた後、1796年に議員となった。自身のイングランド国教会福音主義運動への信仰から、ウィリアム・ピットの推し進めたカトリック解放法案には賛成していなかった。彼が大蔵大臣を務めた頃、ウィリアム・ウィルバーフォースの提出した奴隷貿易廃止案が可決された。また、ナポレオン・ボナパルトによる大陸封鎖で外国貿易が損害を被っており、1811年にはラッダイト運動が巻き起こった。ジョージ3世が回復する見込みのない精神障害に陥ると、パーシバルはこれをいかに切り抜けるかを問題とした。摂政王太子をたびたび務めてきたプリンス・オブ・ウェールズ、ジョージと彼は対立関係にあった。ジョージが王室費の増額を求めるたびは根付けてきたのを根に持たれており、ジョージはホイッグ好みでパーシバルを罷免する気であった。しかし、ジョージの側近たちがパーシバル罷免を思いとどまらせたため、王太子と首相は緊張関係にあった。パーシバル暗殺を描いたエミリー橋で取り押さえられているのが暗殺を実行したジョン・ベリンガム1812年5月11日、パーシバル政権の経済政策に不満を持つ精神障害者ジョン・ベリンガムによってパーシバルは会のロビーで至近距離から銃弾を浴び即死した。ありがとうございます。